さあ始まりました、吉高でございます。今回はですね、神奈川県道218号線弥生台桜木町線です。今回桜木町からスタートしました。この道路、別名2つあります。都市計画道路という名の一環ですが、まず今これ走ってるのは、平戸桜木道路と言われています。この道路は主に、京急線を沿いを走ります。ちなみにこれが日の出町駅、東京の日の出町とは関係ありません。てかその前に東京の日の出は電車通ってねえし。でこの県道は実は完全にはつながってません。で今回急遽ちょっとこれ横浜を走ることになったんですが、実は一番先に出てきたあの、会場、実はあれパシフィコ横浜なんですが、実はそこで7月の3日4日にですね、日向坂の、11枚目シングルの君はハニーデューの、選抜から漏れたメンバー、つまり12人ですね。選抜ハニーデューは16人なんですけども、12人、アンダーメンバーひらがな日向坂による、ライブがあのパシフィコ横浜で開催されます。ちなみにアンダー12人はですね、浜岸、おたけ、高橋、春代、マリモト、渡辺、平岡、清水、石塚、小西です。今ここ横浜商業高校 Y 校ですね、今通過しましたね。この区間は割と平坦なので、もうどん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 飛ばしていった方が早いということで飛ばしに行ってます、どんどん。あとマナフィーがいた、あと竹内だ。ごめんなさい、改めて言いますね、で今これ井戸ヶ谷の駅を通過したところです。ごめんなさいね、あのアンダーメンバー改めて言いますね、おたけ、高橋、浜岸、小西、春代、マリモト、清水、竹内、渡辺、マナフィ、玉木、平岡です。この12人でライブをします。でおたけに至っては、そこで卒業です。まあ、卒業運転とに関しては次回の日内でのアレナ終わった後、まあ、ちょっとこれで何分か語ろうかなと思ってます。いろんなことあったから、面白いこととかあったから、
まあ、分かる範囲でちょっと言いますけど。なので今回、まあ、この道路を走ったっていうのもあります。さあ、ここからだいぶ横浜の内陸部分に入ってきてます。結構坂もきつくなってます。ちょっともうこの地点で、ね、坂登ってるんですが、これはまだまだ序の口だよ。勾配自体も多分 3% ぐらいでしょ。逆に言っちゃえばさ、まだね、あの日向坂の46時間で走った全力日向坂あんじゃん。あれに比べればまだ優しい方だよ。これはここから結構きつくなるんだよ。で、これが横横道ですね。さあ、ここからどんどん坂きつくなります。この坂ね、一気になるんだよね。 8% とかそのぐらいはあるかな。もう先が見えるんだな、これ。で、この坂なんと引っ越し坂っていうんですよ。面白い名前でしょ。お引っ越しすんねん。それの坂の名前なんだよ。そこにね、あるから。で、これを下ると、一応国道1号線とぶつかるんですが、ここが1箇所目の寸断ポイントなんですね。この先にあるこの小高い丘みたいな、ここ今言ったところがその寸断ポイントなんです。一応ここがさっきあのトンネルがつながるんですよ。で、これは環状2号から迂回してここに来ました。で、ちなみにこの下は、東海道線、湘南新宿ライン、横須賀線の、東戸塚駅の付近ですね。で、さらに登りますね、ここは。坂自体も結構あるので、まあ、所詮横浜は、丘ですね、ここは。で、しかもここほぼ直線だから、ね、余計疲れる。横浜新道ですね。で、ここからなぜに入ります。
ちなみにこの道路は、もう一つで別名はこれ、ゴンタ坂戸塚道路、戸塚線だったかな。ただこの区間もまだ完全にはつながっておらず、でおまけにこれ道が狭いんですね。ここで、これが二つ目の寸断ポイントですね。で、それがここにつながるんです。で、これは401号線、瀬谷柏尾線の、重複ですね。ここの道もまあまあ狭かった。ここでタンクローリっていうの、これエッソのエネオスの通り過ぎたから怖かったよ。これめっちゃはい。でここが、218号線単独になります。もうここからはずっと上りです。弥生台までずっと上りです。ちなみに弥生台という駅は、相鉄泉の線になります。湘南台方面に行く相鉄線になりますね。だけど今回相鉄線は使ってません。ちょっと寄りたい場所があったので、寄りたい場所って高座渋谷の方のハードオフだったんですけど、ここね路地が多いしさ、なおかつ坂がある、坂でしょ、ペース崩したくなかったんだよね、本当は。で、この先がゴール、県道402号線とぶつかります、弥生台がゴールです。ここから先も実は繋がってますが、多分県道の指定はないだろう。